い、おはようございます。おはようございます。本日もいつもの小海川で一投目投げました。はい、いつもの小海川です。はい、この日は気温何度ですかね。30度近かったですね。めちゃくちゃ暑いです。あ、朝から。はい、本当に猛暑が続いてますが、湿度高くてたまんないです。ちょっとね、釣りにもね、はいはい、コンディション的には辛いですね、はい、辛いですね、はい、でもやっぱり朝と夕真面目どっちかって言ったらやるんだしたら朝です。おっ、うん、おっ、話してる間に来ましたね。はい、あいつのジャンプが今見れましたね。ジャンプしましたか。はい、ブル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 って来ますね。おー、あいつって、あいつですか。あいつです。これは、はい、このドラグを出されてる。なるほど。かかった瞬間一瞬逃げるんですよ。今じゃあこれ逃げてる最中。逃げてる最中です、ね、あ、かなり抵抗してるんですね、はい、この辺からゆっくり。そうですね、うんうん、まずは体を使って寄せていきます、うん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 、はい、手繰り寄せる感じですね。手繰り寄せる感じ。手繰り寄せ、まあ、もっと言うと背筋使って釣るんですよ、釣りは。なるほどね。はい、ハクレンのこの上げるまでの格闘がね、ハクレン時間がありますね、うん、はい、でもこういうのを面白さ分かってもらえれば、うん、もうちょっとなんかハクレンの釣りの面白さが、そうですね、ハクレンの愛好がもっと増えるのもみたいですね、うんうん、向こう側にもなんか人が、釣り人見えますね。この日はどうだったんですか。結構普段覚えてるのに全然いなかったですね、この日は。はい、やっぱりね、夏バテですね、皆さん、うん、はい、まだですね。まだ寄ってこない。はい、まだまだですね。投げてすぐにだったんで、まだ今見えましたけど、まだ半分ぐらいですね、うん、寄ってきて。結構これ川の水の量多いんですか？関の方のね、そうですね、水の今梅雨時期だけあって、うん、水の量増えてきました。やっぱり水の量多い方がどうなんですか、魚。まずは釣りやすいです。根掛かりしないんで。はい、やっぱりじゃあね、その水量とかも関係あるんですね。そうですね。それにあった方がやりやすいですね。この関から落ちてきたブクブクあるじゃないですか。このブクブクに、なんか皆さん憧れるんでしょうね。どうしたの？皆さん。皆さんっていうのは釣り人ですか、魚さんですか。魚さんたちですね。あ、寄ってくる。あ、じゃあこのブクブクの下にハクレン以外の本当の狙いのシーバスとかも。そうですね、シーバスは姉に隠れてますね。はい、そんなこんな言ってるうちにタモ投入しましたもんね。はい、はい、上がってくるんですかね。はい、わ、大きいじゃないですか。ん？どれ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 。水たまりに。水たまりに。一回、はい、着地して、お、大きい。すごい。まるまる太ってる。65、75センチ超え。超え、80センチに近いですね。おー、白蓮。はい、どんどん行きましょう。このシーズンの白蓮は、はい、このぐらいですね。今度は変えますね、これね。はい、仕掛けを今度何にしたんですか、これ。あ、これ、ハリウですね。あ、ハリウね。12センチの2のですね、うんうんうん、前回もね、ハリウで。そうですね、はい、これでシーバスとか釣れたりするんで。じゃあちょっとね、はい、次こそはシーバスを。はい、シーバス、ね、あのブクブクの下のブクブク下ですね、うん、はい、あと、関から落ちてきてる魚たち、うん、結構落ちてくるんですけど、その魚狙ってるんですね。コツコツ今も来てるんですよ、ね、これはコツコツって、あ、うんって来ましたね、うんうん、はい、え、でもこれどうなんですか、このコツコツは。
ここで一発エラー洗いしないってことは、うん、ルアーから逃れようとしてプルプルって首振るんですけど、うん、それがない。ブルブルなかった。はい。ってことはまた力ずくって、うん、ルアーごと持っていこうとするやつですね。やつってあいつですよね。あいつです。あいつですよね。はい。またあいつか。あいつは一体この子貝がどんぐらいいんですかね。おお。ここにでも今回川中いるって感じかもですね。川中いる。川中いる。はい。うーん。結構もうどこにもいるみたいな。どこにもいる。はい。外来ね。外来。外来ですね。食べると美味しいらしいですか。中国の方結構食べてるらしい。ああ、なんか素揚げみたいにしてね。国風料理。うんうんうん、はい、やってみましょうか、うちね。ね。結構匂いはすごいですね。匂いがきついですね。匂いがね。あ、今、はい、これ手前で、はい、来ましたね。うん、タモにへばりつく、うん、こびりつく匂い、うん、はい、へばりつきますね、うん、これがね、濃い濃いともまた違うんですかね。まあ、こういうの小イカです。小イカ、うん、小イカ、小イモク、小イカ、ハクレンモクみたいな感じだと思う。ハクレンモク、はい。2匹目もやはりまたもやハクエ、はい、はい、水たまりに起こしました。はい、ダイソーメタルバイブでも、はい、うん、ハリウちゃんを使っても、はい、75センチジャストじゃないですか、これ、ね、はい、はい、ちょっと変えました。もうセリアのちょっとちっちゃめなルアーミノを投げてますね。シンキングミノです、はい、はい、仕掛けをちょっと変えたんですね。はい、席の下に沈ませて、うん、うんうんうん、うん、席の下に沈ませた、はい、棚を変えたってことですか。そうですね、ちょっと下目を狙ってみて、コツコツコツと、うんうんうん、はい、どうか行きました。はい、あ、今見えたわけ、はい、チラッと見えましたね。本当に川の中流でかかると、うんうん、時間かかりますよ、はい、で、これも、これも何ブルブルって来なかったってことはもうこの辺で分かってるんですか、何かなっていうのは。え、クブクリーン、あいつかなって思ったんですね。あ、またもや、はい、あいつとの、はい、引きの強さ、でもシーバスと同じぐらい、うん、まだこの辺じゃわかんない、うんうんうん、でもこのなんか竿のしなり具合といい、うん、この巻きといい、楽しそうですけどね。あ、これ楽しいんですよ、うん、はい、まあ、ハクレンメインっつっても僕ぐらいかもしれないですけど、うん、なんか自分で笑っちゃってますけど、はい、自分で言って自分で笑っちゃってますけど、はい、タモ投入。あ、今回、はい、あの近づけるの早かったんでまだ入んないですよ、うん、こっからね、まだ元気です、ハクレン。3分はカップラーメンと同じぐらいなんで、うん、3分はちょっと熟さないといけないんで、うん、そうですね、ちょっとね、硬めのね、硬めが好きか伸びた方が好きだっていうのありますよね。はい、そうですね、はい、固めぐらいで大丈夫ですね、うん、はい、これはまだ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 入りたくないよ、うん、いいよ、食べちゃダメだよ、ダメだよ、はい、うん、まだダメだよ、ちょっと硬いからね、うん、ね、うん、まだ泳がせて、でもね、本当にあ、やっぱ大型魚なんで、ルアーだけはしっかりしたルアーじゃない、あ、リードはしっかりしたリードじゃないと、うん、そうね、うんうんうん、このシナリオとね、最低でも島のサハラぐらい欲しいですね、はいはい、やっぱりちょっとダイソーだと、あ、ダイソーのリールじゃ無理、サオ、ね、はダイソーのルアーロットなんですけど、うん、はい、リールはそこそこ、うんうん、リールはね、はい、島の、はい、島のサハラで
それは硬くても、うん、プチって切れたりするんで、この塩梅がちょっと重要なんですね。なるほどね。手前とかにも結構いるんだ。この辺に。まあでもいるのはウグイとかじゃないですか。ウグイいます。ウグイとかヘラブナとか。ヘラちゃんも引き楽しいですよ。ヘラにしろ積もるし、それにいたんですけど、楽しかったですね。いろんな魚がね。この川にはいっぱいいますよ。さすが利根川につながってるわけで。で、ちょっと。はい。ここで。からびたの、うん、ちょっとね、もう暑さで水たまりもね、うん、わっ、これダブルフックじゃないですか、これ、はい、わ上も下も口があった、上唇と下唇、はい、完璧なフックです、絶対取れないです、はい、今日は5匹の白鯨、はい、全部75センチ以上です、はい、ボールね、ボール75へ、ご視聴ありがとうございます、コメントやチャンネル登録お待ちしております、よろしくお願いします。